やつは四天王の中で最も金持ち。続き始めていきます。どうも、マッピーカチオです。今回はパート4になります。で、久しぶりのね、やつは四天王の中で最も金持ちの実況なんですけども、その間にですね、ログインボーナスを受け取っておりまして、ただいま、ドラゴン宝石が今6個になったので、まずね、このギガガチャというのを一回回してみようかと。で、そっから、この間の、なんだっけ、あの、基地の続きを始めていこうかと思います。では、参ります。行きます。やっぱね、相当、レア4以上確定、ギガ技ガチャマシンだ。レア4以上ってことは、レア5、レア6があるってことかな。行きます。回します。行け!おい!レア度4かな?これからもずっとお姫様。なんだこれ、ちょっと待って。まあ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 、見ようよ。ちょっとマッピーに装備させたいな。この辺ちょっと、おー、あ、待って。これ、レア度なんかあるのか。あー、そうなんだ。これからもいつまでも続けてきたけど、これからもずっとお姫様が現れる。攻撃100。あ、これ強いわ。ちょっとこれ、あ、これメイン技にしない?待って。これちょっと外す。外して。これでいいじゃん。で、これレア度あるんだったらちょっとね、凝った感じの、装備にした方がいいのかな。本当は優しいマッサージ。まあ、これはこれでいいや。で、お、これ、あ、赤色になってる。あ、なんか紅白って感じで、いい感じですね、これ。これからもずっとマッピ。おお、なんだそれは。俺はもうこれからもずっと変わらないよみたいな、そういうことかな。じゃあ、この間のアジト、なんて名前だっけ、あいつ、ハイデルンだったっけな、あいつを倒した奥のやつ、そいつがね、ちょっと気になるので、そこまで今から2倍速開始します。2倍速で、そっちまで行きたいと思います。では、終わります。2倍速開始。はい、お待たせしました。ですね、さっき、これからもずっとお姫様という技をやってみたんですけども、SP の消費がかなり 4つも使うのか、使うみたいで、あ、ちょっと待って。あ、いやいや、何もない。4つ使うみたいで、その代わり攻撃力が高いと。で、これ見たんですけども、上と下に回復ってあるんですけど、これ、あ、回復できるのか。なるほどね。あ、じゃあちょっと回復しよう。これからもずっとマッサージ。SP1 回、お、いいね。回復できるんだ。よし、じゃあ、なんだこいつ。このね、この黒人に挑みたいと思います。お前が石ャブか。あ、こいつが石ャブだな。ぐはははよくここまで来たな、ガキども。俺がこのギルドのリーダー。そして課金して、あ、お前課金してんのなんだ。へぇー。課金してんのだって。その通りだ。お前らにいいことを教えてやろう。自分の夢を叶えるには力が必要だ。力とは金だ。金があるやつが最も強い。課金すればすぐ強くなる。もう一つ教えてやろう。俺の部下たちがこれからお前らの住む町を炎上させるそうだ。おお、やばい。やばいぞ。消毒されるぞ。お、顔色が変わったな。いい顔してるぜ。ヤッハハハハ。なんてひどいことを。龍馬くん。ちょっとたけしかな。お前ら人間じゃねえ。絶対に倒してやる。お前ら人間じゃねえっつって。お、課金してるのに、うわー、目が紫だな。ちょっと課金色に染まっている目が。よし、これからもずっとお姫様の俺がその目を浄化してやろう。結構効くね。わー、やべえやべえやべえ。いきなりなんだこの攻撃力。やばいぞやばいぞ。ヒロイクパンチ。よし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 。回復しよう。本当は優しいマッサージを使って。オッケー。これは課金してんの針とは全然使って。食らわないね。さあ、無課金が課金を倒す時が来たのだ。課金税、おー、全体攻撃。やばいぞ。ヒロイクパンチ。
龍馬もね、なんか回復技が欲しいんだけども。よし、あ、これはあんまり効かない。よし、ひろきパンチ、オッケー。龍馬回復しよう。お、ガード、よし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 。バトントランペット効くかな。あー、そ、まあまあガードされてるけど、おーっと、まだガードする。よしよしよし、この、あー、やばいやばいやばい。ちょっと龍馬がね回復、おお、いいぞ龍馬、いいいいぞいいぞいいぞ兄貴。まずい、オッケー、それは効かない、それはあんまり効かない。ひろきパンチ、うん、回復して、それが痛いんだよな。こいつの攻撃ってもしかしてもう決められてる行動なのか。龍馬回復しよう、龍馬。ちょっとね、本当はこれからもずっとお姫様を使っ、やばいぞ、次の攻撃で多分龍馬だと思うから、龍馬ガードだな。龍馬ガードでマッピー回復に専念しよう。多分龍馬だろ。あ、これガードか。いや、ちょっと待って、相手がガードだったらこっちもねガードしておこう。よし、いいぞいいぞ龍馬、ナイスガード。ちょっとちょっとここは守りに徹しよう。あ、でもやばいぞ、やばいやばい、これまずいぞ。あー、まだまだ、待って待って、 SP が、 SP がない。 SP 回復するか。 SP 回復、よし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 。本当は優しいじゃない、マッサージ、これが強いんだな。うーん、多分次の攻撃は龍馬にはと来ないと思うけど、一応ガード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 、ここは本当守りに徹する。龍馬も回復だと思って、あー痛い痛い痛い、龍馬も回復だと思ってたら本当にいい勝負できそうなんだけど、今防戦一方。おし、相手がガードした、ガードするんだったらこっちもね、こっちもガードする。よし、いいぞ、龍馬に攻撃がいた、ガードした龍馬に攻撃がいくっていうのはね、計画通りというわけではありませんけども、こっちに結構有利な状況にはなるんで、よし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 。あー、それが強いんだよ、それが強いんだよ、やばいやばい、くっそ、まずいぞまずい、防戦一方だ。よし、相手がガードした、ここでエナジードリンクをマッピーに使って、よし、緑ゲージ、あー痛い痛い痛い、危ねえ危ねえ危ねえ。記録パン、ちょっと攻撃しよう、一回攻撃しよう、一回攻撃して、本当は優しいマッサージを自分でも言ったら G ですよ G。 こっちをして、もう今ガード、やっぱりガードしておく方がよかったか、ガードした方がよかったな。あ、痛い。いやでも今ガードしてなかったら龍馬の HP がかなり減っていたと思うんで、よし、痛いな、おい、アイテムなんかいいのないのか。スプリメント異常回復少し、あ、でも復活アイテムがあるのはいいことだ。ということで、本当は優しいマッサージを俺はし続けるぞ。よしよしよし、でこの間に回復できたら一番いいんだけどもね。で多分次が全体攻撃、あぶねえ、いや待て待て、一回死ぬのもありだ、一回死ぬのもありだ、一回死んで復活させよう。よし、これからもずっとお姫様だよ。よし、痛い、いやでもここで復活させる。え、全開しないのか、うわ、やばい、あー逃げられない、くそ、届け、いやでも、あー、くそ、クリティカル出たのに、もう一回、もう一回クリティカルいけ、あー、3しか食らわない、うわールー、課金勢が、課金勢に負けてしまった、あー、しまったな。ひろゆく龍馬死んでる、元気になるよね。お、生きてるね、生き返った。ちょっとね、龍馬に回復技が欲しいというところで、ということでちょっとね、今ゴールドあるんで装備品ってのはないのか、装備品はないのか、ないくさいけど、あるんだったら装備品をね揃えたいんだけど、それは多分ないと仮定して、龍馬にとりあえず回復技を覚えさせたいんだけど、でここになんかねあるって聞いたんだけど、何にも見当たらないよな。なんかここなんか、え、これか、あ、ここじゃないわ、なんか看板にね、この中には隠し合いではあるよみたいなところ、前にそういうスポットあったと思うんだけどね、ないね。お、待った待った、ちょっと待って、ここはアイテム屋だな。ラッシュアワーってなんすかね、敵がどんどん集まってくる、やめて、そんなの
キズエイド、まあ、やっぱり回復アイテムで置き直しかないのかな。ここは、あ、これで技が違えるぞ。これあ、これがいったら装備品だよね。お、この技が違える。ファーストパンチ、攻撃力、馬の耳に毒舌、毒、あ、 HP カード、強がりミュージック、これいいね。純白の差し歯、優しさで回復できるんだな。でこれかこれのどっちか、あ、でも優しさ、純白は持ってるから、ドッキリソード、これ強いぞ。我が輩はピュア、バブルショット、スーパーロマンティック、あ、全体攻撃欲しいな。まあ、でもやっぱりこう、やっぱりね、やっぱり回復力ですよ。回復が欲しい。 2SP 使うんだな。よし、じゃあこれ買おう。よし、お買い上げありがとうございます。ということで、リョーマ、君用に回復技を教えよう。さあ、グリーンピースリシーブなんてね、あの、マダムアイがやっぱ使わない。バトルトランペット。マダムアイ使わなそうだから、よし、で、ミュージックで回復だよな。うん、これで回復だから、上の装備がレア度2のやつがあれば一番いいんだけど、ちょこっとミュージック、多分これらは全部一緒なんで、バトルトランペット、あ、バトルはこれ、あれだね、レア度2だね。じゃあこれを、ちょっと純白のトランペットにしよう。うん。で、強がりミュージックをバトルミュージックにしよう。うん。変わらないな。バトルミュージックにしてもしょうがないか。ヒロイックパンチ。あ、ヒロイックはこれ変えることはできないのか。そうかそうか。まあでも、まあ、じゃあバトルミュージックを強がりミュージックのままにして、で、純白のトランペットをバトルトランペットに戻そう。これでいい。よし。まあ、これで、回復技が2つに増えたんで、もう一回挑みたい。じゃあ、2倍速開始。おっと、ちょっと待って、フィリップ。よし、いいな。いろいろ。あ、先生、こいつ、もうこの雑魚にはね、返せないんだ。はい、やってまいりました。本日2度目の挑戦になりますね。で、ちょっと挑む前にエナジードリンクを使っておき、回復もしよう。あ、でも、あー、待って、アイテム買っておけばよかったか。やはりアイテム買っておけばよかったか。いや、でも、ここは、ヒロイックミュージック奏でようか。あ、ヒロイックミュージックじゃない。ミュージック、ヒロイックミュージックか。あ、そういうことか。マッサージだったら、リョーマにはならないから、ミュージックだな。よし、お、回復力高いね。いいぞ、いいぞ。よし、石ジャムに挑みます。お前ら人間じゃねえ。よし、行こう。さあ、これからもずっとお姫様、先制攻撃、これ食らうんだよな。あー、タックルが強い。じゃあここは強がりミュージックで回復しようか。強がりミュージック強い。よし、これ勝てる、これ勝てるぞ。あ、下の針で強いけど強がりミュージック、この回復力、さっきね18ぐらい回復したぞ。これいいぞ。これお姫様使う。おー、痛いけども、強がりミュージックでまずはマッピーを回復し、で、マッサージでリョーマ回復しよう。これで、よし、いいぞ。今のところこっちの方が強い。もうリョーマが回復役ってことで、もうマッピーは攻撃役というね、今までのね、流れからね、ちょっと根底を覆したような、そういう戦法になっております。さあ、お姫様くれ。よし、いいぞ。課金四天王タックル、でもこれ痛いけども、これは回復一発でリカバリーできる。そしてこれからもずっとお姫様、おお、クリティカル、かなり強力だ今のは。スーガルミュージックではマッピーの体力をね、10回復して、これからもずっとお姫様でいるためには回復をね、せざるを得ないという、そういったところでしょうか。ここはリョーマン回復しよう。で、これからもずっとお姫様、これどれくらい19か。あー、でも HP が半分消えてしまった。ここで強がりミュージック20も回復した。これは強いね。よし、これからもずっとお姫様、いいぞ。あー、でも SP が、そうか、 SP アイテム、回復アイテムないんだ。あー、しまったな。あの、ちょこっとマッサージじゃねえわ、本当は優しいマッサージだね。1使うんで、これで4から3になったので、ギリギリ一発使えないというところではありますが、ここはヒロイックパンチで、やっぱガードされてるからね、結構強いね。じゃあ、涙のパワーだ。風が吹きすさぶた。あー、全然食らわない。やばいぞ、ここはでも回復役に、いや、でも、くそくそ。
そく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 、ここまで来たのにか負けるわけにはいかない。ヒロイクパンチ龍馬をね、攻撃役にしてパワーダウンも使っていきたいんだけど、回復役として働かせた方が良さそうだ。残った SP をこうして、しかもクリティカルかよお前。じゃあ強がりミュージックだな、ここは仕方ない。強がりミュージック使って本当優しいマッサージを自分にかけて、よし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 、ヒロイクパンチ、あーまだ倒れないか、風かきつ、ガードだな、ガードだ。さあマッピーガード、ガードしかできない、ガードしかない、できない。ここまで来たら龍馬の、龍馬と石ジャブのもう対マンみたいなもんだな。でここで強がりミュージックをマッピーに聞かせて回復、よし20も回復するな。これ先に買っておけばよかったな、この間のねハイデルの時も。これ本当に強いぞ、20はすごい。痛いけどここはヒロイクパンチでカウンター、おーし、いいですね、やった。どうだい石ジャベロ、グッグッグワー、クロコダインかな。お、なんか抜けたぞ、闇みたいな。石ジャベロからだから吹き出した霧が塊になっていく。おっ、マッピーは上がじゃ破壊の手に入れた。おお、見事だ。まさか四天王の石ジャブ様がやられるとかな。ああ、胸の中の黒物が抜け落ちたような爽やかな気分だ。伝説のヒーロー、ラブ&ピースを倒した四天王は、違う、間違えた、これ龍馬だよ。伝説のヒーロー、ラブ&ピースを倒した四天王はお前か。残念だが、それは俺じゃない。俺は四天王の中で最も、ああ、でしょうね。クククやつは四天王の中でももっと最弱。これね、ギャグマグビよりのソードマスターヤマトのね、ネタですけども、最近ギャグマグビよりはね、最新刊以外は全部揃ってるんですよね、私は。そんなんどうでもいい。ラバーのピースを倒した四天王は、やつは四天王の中で、ここでタイトルを、ここでタイトルに戻るんだな。金持ち、ガン、あ、気絶しやがった。もっといろいろ聞きたいことあったのに。四天王の中で最も金持ちだって、金持ちだから強いってことか。そうだ、それよりも俺たちの町が危ない、急いで帰るぞ。おお、早いそんなダッシュできるのかお前、そのダッシュをバトルで生かしてほしいか。おい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 、なんだこれ、やばいぞ、全部カレー色になってる。そんな町が間に合わなかった。いいわ母さんは、やばいぞ、ちょっと待って、はい、ちょっとね、気になるところではありますけども、今ね、操作できるようになったので、あれ今、龍馬行ったのに、龍馬味方にいるんだけど、これおかしいんじゃないか。まあでもね、こう、気になるところではありますけども、ここでセーブして終わりたいと思います。では、続きは、パート5にて、パート5の更新をお待ちください。では、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。